の皆さん、永田全館に入退室制限令が発せられました。これより永田への出入りは検問のみとなります。繰り返します。死刑なんて嫌だ。待ってくれ堀越さん。嫌だ。なんで僕が死刑にならなくちゃならないんだ。これまでろくなことがなかった僕なのに。俺の腕じゃ無理だ。しかも夜だし、間違って射殺しかねない。それはそれでいいだろ。いや、いっそその方がいい。なんてこと言うんだ。やっちまうしかねえだろ。家族に裏切られてやけくそになって国を売ろうなんてやつ、生かしておいても仕方がねえ。やつはどうせ極刑だ。ならここで楽にしてやったらどうだい。裁判だってあるんだ。死刑って決まったわけじゃない。裁判なんざくだらねえな。税金の無駄もいいところだ。し、それが俺の本音なのか。どうだかね。誰の解放機だ。堀越副主任が犯人で間違いないんですね。堀越さん、自分の口で言うんだ。堀越さん。はい、僕がやりました。それではこれより容疑者を確保します。罪深き者よ、しかるべき裁きを受けるのです。そして償うのです。よかった、これで事件は解決するんですね。ありがとう。いや、俺は職務を忠実に果たしただけだよ。でも真犯人が捕まらないと前の容疑者としてはいつまで経っても熟睡できないものです。だからとっても感謝してます。そっか、それは容疑者になってみないとわからない感覚かもな。それとチルチル、ちょっと聞いていい？何です？堀越にダイブして分かったんだけど、彼はマスコミに君が怪しいって垂れ込みをしていた。多分捜査を攪乱するためだ。ニュニュニュ、そんな手を打ってたの？その根拠が君が漏洩情報のデータをデータベースからダウンロードしたってものなんだけど。軍事機密を別媒体に落とすなんて、そんな危険な真似はしません。
ああ。でも、なんで私をかく乱の材料に？堀越を犯罪に導いた存在が、まだ背後に控えているのかもな。束縛の神々とか。わからない。ひとまず彼を警察に取り調べさせてみよう。場合によっては日にちを置いてもう一度ダイブをして、その部分の記憶を重点的に辿ってみてもいい。あ、そういえばダイブでなんとなく思い出したんだけど。はい？二人っきりだから聞くけどさ、チルチルにダイブした時変な映像を見たんだよ。しゃっくり？大丈夫か？変な映像とは、何を見たんですか？あれはなんだっけ？セルジュとジュネ。そう、そのセルジュとジュネってのが、なんか互いにワイシャツのボタンを。チルチル？それ以上は言わないでください！よりによってあれを見られたとは。あとさ、コスプレの生写真って何なの？なんかすごい高値がつくんでしょ？芸術写真とか？それとも戦場写真？それは、その。見るだけでいいから、俺も興味があるかも。なんと申しましょうか。コスプレ、コストプレス？コスタリカプレミアム？どういう意味なんだろう。カイドウさん！はい！あなたが知ってしまったオタク文化については、このチルチルがおよい説明していきます。そりゃどうも。だから、抜き打ちでの質問はやめてください！寿命が縮みます！わかったよ。二人だけの秘密、お願いです！二人だけのね。うん、約束するよ。俺様もいるけどな。堀越副主任を確保。国家憲兵に身柄を引き渡しました。ご苦労様。これは試験だけど、多分堀越さんは単独犯じゃない。彼にこの犯行を示唆した黒幕がいるはずだ。ダイブでもその片鱗が伺えた。ということは、副主任へ再びダイブする必要があるのかしら。それが、身振りがダイブの事後経過を調べた結果、脳波の計測値から精神障壁ができてしまった形跡があるらしくて。精神障壁ができると、再度のダイブでは精神世界の深い階層まではいけないんだ。これは過去の事例で実証されている。だから、これ以上は難しい。そう。でも、本当に残念だわ。彼の整備士としての技量については、高く評価していたのに。堀越さん。孤独だったわ。孤独。誰にも頼れなかったわ。いや、頼らなかったのかもしれない。全部自分で抱え込んでいたから。そうしたらいつの間にか道を踏み間違えて真っ逆さまに落ちていた。その時
堀越さん、何もつかむものがなかったんだよ。奥さんとも息子さんともひどく距離が離れていて。